こんにちは、加藤です。今日はですね、水彩で、こんなものを描いてみようと思って用意しました。これはですね、ハーブの一種かな、アロマティカスというちょっといい香りのする多肉植物っぽい、ちょっとなんて言うんでしょう、ケバケバしてふわふわした葉の厚い、そういった植物です。で、これは前に平張りのやり方っていうところで紹介したワトソン紙、ナチュラルワトソンを水張りしたものなんですけれども、ここに今日は下書きをしていこうと思います。で、水彩の下書きなので、あまり陰影は強く描かずに、線を重視して、線を主体にして描いていこうと思います。用意したのは、ステッドラーの B の鉛筆です。で、結構小さいんですけれども、画面も小さいので、ちょうど原寸大くらいに描ければいいかなと思います。はい、いつものようにふわふわっと当たりをつけていきます。この辺りが、形が結構ね集中しているので、こんな感じですかね。こう双葉みたいにこう葉っぱが分かれていて、で、自然物描くとき毎回言ってますけれども、少しくらい形が違ったりしていても、そんなにこう神経質にならずに、その植物らしさが出ればいいと思うので、画面の中でバランスを取るようにします。今回の例で言うと、ちょっとこう S 字みたいに茎が曲がっていて、で、葉っぱが、付け根の2枚がちょっと大きい、こんな風に大きいかな。そして茎の部分、ここから先がちょっと茶色く変色して、こう木質化してる感じが、で、根元にちょっと小さい粒々の葉っぱが何枚かついてる感じで、今回は、絵の具を使うのがメインなので、線のみで形を捉えていく。今この葉っぱのこの辺りを描いてるんですけど、ちょっとモコモコした多肉っぽい、なんて言うんでしょう、葉っぱの厚みを感じさせるところなので、ちょっとモコモコと描いていきます。そして葉脈もちょっと見えてるかな、こんな風に見えてる。ただあまり今回は陰影をつけないようにして、進めていきます。で、余計な線がいっぱいあると色を塗るときに迷う、困るので、線も整理しながら描き進めていきますね。どうでしょう、今回、お皿に映る影もちょっと描き入れようかな。はい、今この一番自分に飛び出てきている葉っぱ1枚、だいたいこんな感じかな、形が取り終わったところです。で、ふわふわっと茎が見えていて、この部分ですね、ちょっとカメラの位置、アングルと私が見ている位置と違うと思うんで、ちょっと見えづらいかもしれませんが、これでこの葉っぱ、手前のちょっとこう影になっている葉っぱですね。で、よく見るとこう1段、2段、3段、4段みたいな、ちょっとこうノコギリ状の段差がこうあったりする。これもこのアロマティカスっていう葉っぱの特徴だと思うので、ちゃんとこう段差になるように描いてあげます。で、鉛筆の濃さなんですけれども、絵の具をつけた時に邪魔にならないように、HB とか B を私はよく使います。今回はユニの HB とステッドラの B 用意したんですけど、ステッドラを使っています。葉脈は、あるんだけど、あんまり目立たないタイプの葉っぱなので、まあ、この程度書き入れて、こんな感じ。はい、で、手前、下に引いてある葉っぱがちょっとこう大きいんですね。これ大きい。で、実際の大きさよりも大きくなったりちっちゃくなったりしてもいいと思います。この画面の中のバランスを見ながら形を決めていく感じですね。
感じであまり細かく見すぎないで、さらっとさらっと輪郭線を決めていこうと思います。はい、こんな感じかな。で、この葉っぱがこの辺までと、で手前にまた飛び出ている葉っぱがありまして、これも結構ケバケバしてるんですよね。自分側に飛び出てくる葉っぱって非常にこう距離感というか奥行き感出しにくくて難しいんですけれども、まあ、形をよく見ながら、1個2個3個こうちょっとこう丸い粒々みたいな、ここにあったこれと一緒ですね、見えている形をよく観察して描いていってみます。こんな感じかな。そして向こう側の葉っぱはここへつながってこんな感じで、これもやっぱりノコギリ状に何枚かこう切って向こうへつながると、で葉脈がこんな感じで、こんな感じかな。で、この手前の葉っぱは、手前というか一番下の上の葉っぱはこんな感じ、ちょっと丸い感じです。丸みを感じさせる葉っぱで、よく見るとここが付け根で、このね、付け根の茎の終わるところは、描けるものなら描いておいた方が、見えるものなら見えるようにしておいた方が、この葉っぱを見たことない人がね、想像がつきやすいというか、説明できるところは説明しておいた方がいいですね。とあとこれクロッキー、人物クロッキーの時にもちょっとお話ししてたと思うんですけど、こう一筆書きみたいに線をえいやとこう決断していく、決めていくっていうのも、この線描で下書きする時の大事なポイントになると思います。形ちょっとくらい違ってもいいから決断するんですね、言い切っちゃうというか、決めきってしまう。その方が後で絵の具を使う時にも、迷わなくて済むというかね、悩んでばかりじゃどうしても結論が出ないので、どっかで決めちゃうんですね、こういうふうにね。はい、だいぶおしゃべりしながら線を引いてきましたけど、ここはふわふわふわっと切ってこっちへつながる、こんな感じかな。こんな感じで線が途中で途切れてたりすると絵の具つけるときに迷って困るので、この下書きの線はできるだけ最後に決めてあげた方がいいです。ただあんまり強く引きすぎても絵の具をつけた時に線が目立ちすぎるので、まあ、適度な強さというか、実線線が邪魔にならないけど必要な分だけ、こんな感じでですね、絵の具つける時に困らない程度にちゃんと描いていきます。はい、ここは思ってたよりもちょっと小さくなりましたね。はい、ここもギザ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 、3つ、1つ、2つ、3つ段差があって、これは裏側の白いケバケバ、これは内側で、で私こうやって喋、りながら書くときは見たところを言葉に置き換えて喋ってますけれども、皆さんこれ書くときもちょっと今ね、どこを書いてるのかって、名前っていうか意識しながら、今どこを書いてるのかを意識しながら手を進めていくといいと思います。分かりにくく葉っぱがいっぱいあるとね、どの葉っぱ書いてるのか分かんなくなっちゃうんで、できるだけ自分が分かるようにして書き進めていきましょう。はい、この裏側辺面白いですね。なんか筋が、葉脈みたいな筋が、なんて言ったらいいんでしょう、なんか網目のようにあるんですね。ここもなんかちょっとケバケバした、ふわふわした
柔らかそうな質感の葉っぱ、肉厚の葉っぱがふわふわっとあるので、輪郭線もね、なるべく決めたいんですけれども、ふわふわしたもののエッジはちょっとそこを意識して、あんまり強い実線にならないようにふわふわっと形をね捉えていきましょう。はい、ここなんか特にすごい難しいんですけども、内側がケバケバしていて、エッジがぼやけて見えてるんですね。この細かい微細な毛が生えてるせいで、そういった質感を感じ取ったらその通りというかね、質感に応じて描いていけるといいですね。はい、この辺にしておきましょうかね。どうでしょう。これが、手前の葉っぱで、次の葉っぱがこれですね。これで、手前の葉っぱがこちらで、これが一番内側の葉っぱ、これとこれ、これが双葉みたいに向こう側と手前側とあるんですね。ここが一番中心、芯の部分になります。で、形が捉えられたら、余計な線を練りゴムで消して整えて、下書きの完成にしたいと思います。絵の具つけるときに邪魔になりそうな強い線は、練りゴムをこうトントンスタンプするような感じで、押し付けるような感じでちょっと弱くしてやって、どうでしょう、少し整理されたかな。こんな感じで、はい、ちょっと鉛筆持ち替えて HB ではっきりしないところをちょっと整えます。この時も、前の線をなぞるんではなくて、モチーフを見ながら新たな形というか、新たな発見がある場合があるので、見ながら、モチーフを見ながら線を整えていきます。こことかはちょっと違ってましたね。こんな感じですね。もうちょっと外側に広がってるかな。はい、こんな感じで、ここちょっと分かりにくかったかな。ここも整えておきます。ここが中、葉っぱの中心ですね。で、左右がこうフリルみたいになっている。はい、こんな感じで下書きの形がだいたい分かるくらいになったでしょうか。で、次回かその次には、これに透明水彩絵の具で色をつけていこうと思うんですけど、場合によってはもうちょっと簡単なベビーリーフかなんかをモチーフに先に着彩の動画を作るかもしれないです。はい、とりあえず今日はこんな感じで下書きの完成です。はい、見えますでしょうか。こんな感じでちょっとアップで、はい、こんな感じで、はい、以上で今日の動画は終わりになります。次はこれに透明水彩で色をつけようと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。